なお、非常向き座席にお座りのお客様には緊急脱出の際の援助をお願いしております。安全運行へのご協力をお願いいたします。お願いいたします。コメコピアスカイマーク170便、神戸空港行きでございます。本日は新千歳空港上空悪天候による使用機材到着遅れのため、皆様のご出発が遅れておりますことをお詫び申し上げます。また機嫌回復のため一部機内清掃を承諾しております。あらかじめご了承ください。本日15列目16列目の非常の席にお座りのお客様には緊急時脱電所お願いいたします。ゲート内容に関しましては非常口杉前にございますカルビ機内がございます。ご協力をお願いいたします。また皆様の頭上にはドクタ島のスイーツと空洞設備などが備え付けられております。送風口を左右に回してさせてください。ただいまより非常用設備についてご案内いたします。お近くの客室乗務員にご注目ください。座席前ポケットに安全のしおりがございます。合わせてご確認ください。シートベルトについてご案内いたします。着脱方法をご確認ください。離陸・着陸時シートベルトサインが点灯している間はシートベルトを腰の低い位置で緩み、ねじれがないようしっかりと締めます。飛行中の揺れに備えシートベルトは常にしっかりとお締めください。外す場合はこのように金具の片方を持ち上げてください。離陸・着陸時座席の背とテーブル、肘掛けを元の位置にお戻しください。酸素マスクについてご案内いたします。使用方法をご確認ください。機内に酸素が必要な状況になりますと、酸素マスクが上から降りてきます。マスクを顔に強く引き寄せ、鼻と口に当て、ゴム紐を頭にかけてお使いください。ゴム紐の端を引くと、長さの調節ができます。非常口並びに脱出方法についてご案内いたします。飛行機が完全に停止した後、乗務員の指示に従って脱出してください。非常口は機体の前方、中央、後方、合計8箇所ございます。お近くの非常口をお確かめください。脱出口には滑り台があります。腕を前にしっかり伸ばし、上体を起こしてバランスを取りながら滑ります。ライフベストについてご案内いたします。ライフベストは座席の下にございます。お子様用のライフベストは客室乗務員からお渡しいたします。袋から取り出し頭からかぶります。次に背当て布を後ろにし、両側の留め具を前の差し込み口に入れしっかりと締めてください。前の赤い引き手を強く引くと膨らみます。膨らみが足りないときは両側のゴム管を吹いてください。ライフベストは脱出の妨げにならないよう非常口のところで膨らませてください。座席前のポケットに安全なしおりが入っています。離陸前にご覧ください。
花火の機長はアンバート、副操縦士は浅香、客室のチーフは和田でございます。この飛行機には4名の客室乗務員が乗務しております。ご用の際にはお気軽に声をおかけください。具体的なご案内でございますが、この飛行機は通路、化粧室を含め全席禁煙でございます。機内における電子タバコ、メータバコの使用もお断りしております。喫煙のほか、シートベルトの着用拒否やインストール電子機器の使用など、機内の安全を阻害する行為、実や技術を目指す行為は、航空法により固く禁止されております。安全運航のため、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。着陸使用後なんですけども、シートポケットに入れていただきますようにお願いいたします。小さなお子様はお膝の上にしっかりとお立ちください。